ノエミは2009年にデビューしたローマ生まれのイタリアの歌手である。右側がノエミで、左側はフィオレラ・マンノイア・ノエミはイタリアの首都であるローマで、ステファニアとアルマンドの間にて生まれた。一人島のアリアーナがいる。幼少期より、いささか歌唱に興味を持っていた。 ノエミは2008年から2009年にかけて行われたイタリア版の X ファクターの2シーズンであまた存在する参加者の中においてきらめくある歌唱により一躍有名になった優勝こそ逃したがすでにイタリア切手の国民的人気者でありそれはある意味優勝者を圧倒していたほどなくしてレコード会社と契約2009年にメジャーデビューを果たした 同年4月10日にファーストシングルであるブリチョレイをリリースした。このシングルはイタリアで第2位を記録して芝叩く間にゴールドディスクを獲得した。彼女の8区の快進撃は止まらなかった。セカンドシングルであるラモーレ・シオジアはリリースされるやイタリアで第1位を記録して芝叩く間にプラチナムディスクを獲得した。サードシングルパーツったラビータも やはり第一位を記録して、プラチナムディスクを獲得した。彼女はこれで連続で、第一位を記録した。アルバムも、ファースアルバムである、ス・ダミーやペレイや、ロッソ・ノエミなどリリースされるや、次から次へとプラチナムディスクを獲得していった。ありがとうございます。